エデンレッドはチケットレストランの名称で知られる福利厚生用食事券を中心に企業向けヘペイメントサービスを提供する株式会社。フランスパリ近郊のマラコフに本拠を置き世界40カ国以上で事業を展開する多国籍企業であるユーロネクストパリ上場企業。本校では日本法人の株式会社エデンレッドジャパンについても記述する。 ジャック・ボールにより1962年にチケットレストラン事業を開始。1976年にフランス国外へ進出する。なお、チケットレストランはエデンレッド社の商標である。1983年にホテルチェーン運営会社のアコーのプリペイド事業部門となり、1998年にアクアサービスと改名した。2000年代に、 アジア地域での売り上げが増加し、2010年6月29日に、アコーのプリペイド事業分離に伴い独立、同年7月2日にユーロネクストパリに上場した。グローバルにおいては、チケットレストランに加えて、チケットカーと呼ばれる車用車の燃費ペイメントサービスや、チケットコンプラメンツと呼ばれる、報奨用ギフトペイメントサービスなどを展開している。2017年1月、 ドイツの同業会社ユニオンタンクエクスタイン、GMBH&CO、KG の株式の過半数を買収した。日本法人は1987年1月5日、株式会社、バークレイ・バウチャーズとして設立。1994年2月より、チケットレストラン発行代行サービスを全国のセブンイレブンデニーズで開始した。その後は、食事手当以外にも、 利用可能なチケットギフトも展開して発行額を伸ばし2000社以上の日本企業でサービスが導入されるに至った2012年エデンレッドがバークレイバウチャーズの全株式を買収しエデンレッドの100%子会社となる2017年6月には株式会社エデンレッドジャパンへ社名変更した2016年4月より IC カード式食事券 チケットレストランタッチの提供を開始。2018年11月9日のプレスリリースで、紙式カード発行を2020年9月をもって終了し、チケットレストランタッチへ完全移行することを発表した。日本法人の所在地は、東京都千代田区神田西基町1丁目21-1、ヒューリック神田橋ビル10階。ありがとうございます。